お疲れちゃんです、ラットです。ということで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらメガデッキチャレンジの攻略をやっていこうかなと思います。久々のね、まあ、チャレンジ攻略やるんですが、前に1回だけねメガデッキチャレンジを出したことがあるんですよ、動画で。ですけど多分ね1年ぐらい前かな、結構前だったので、まあ今ねいろんなカード出て合計103枚のね、クララーカードありますので、まあ、どんなデッキがね強いのか、どういう組み合わせがいいのか、まあ、このカード入れとけばねなんとかなりますみたいな、そういった感じでね紹介していきたいなと思います。というわけでまず、持ってるならば使った方がいいカードですね。分けてはいるんですけど、上と下ファイヤースピリットとミラーでね分かれてます。上側の、6枚と左側の真ん中3枚ですね、合計9枚、メガナイト、インドラ、マザネク、ダックプリ、トリトンボンバー、ファイボテスラ、ファイスピは今の環境マジで本当強いです。だから入れとくだけ、ですね、まあ、今の環境というか、まあ、このチャレンジ通して強いと思ってます、僕個人としてですけどね。はい。で、まあ、残りのやつは、ただ、わかりやすいように弱そうなやつ入れただけなので、まあ、逆に、下側とか、中段右側は、まあ、使わない方がいいんじゃないかなという、まあ、個人的な意見のもとで、やってますので、まあ、良ければ、このカードを使ってなかったなとかあれば、もうぜひね、ボンバーとかダックプリとかもめっちゃ優秀なので、入れておいてあげてください。はい。で、まあ、一応基準というか、そういうのがあって、その僕の中ではこのチャレンジやっぱ18枚のカードで戦うから、欲しいカードが手札にない場合がやっぱあるんですよ。このカード欲しいのに今ないじゃんみたいな、うわ、どうしたらいいんだろうっていう手札が絶対なるんですよ。で、そういった時に、やっぱとりあえず、先に出せる。テスラだったら先にこうポイってね、施設出したりだとか、あとボンバーとかもね、2コスで後ろから流せたり、ファイスピーも1コス出しみたいな。とりあえず、まあ、なんか出しとけばなんとかなるだろうっていうカードが、やっぱ強いとね、思ってますので、今出しても活躍しないなとか、まあ、そういうカードはいらないと思ってますね、僕の中では。まあ、それを基準に、作ったデッキ含め3つね、今回デッキを、なんと準備してきましたので、まあ3つね、紹介していきたいと思います。はい、というわけで1つ目がこちらですね。で、まあ、これは、ぶっちゃけ統一性ないです。なんか僕個人的に、あ、このカード良さそう、このカード良さそう、あ、このカードだなって、まあ、とりあえずなんか強いやつをただただぶち込んだだけの、まあ、ほんとカードパワーデッキだと思ってください。まあ、なんか空でね、統一したデッキだったり、枯渇でね、統一したデッキだとか、まあ、いろいろそういうのはこの後ね、紹介したいと思うので、まあ、まずはね、こちらで対戦していきたいと思います。で、正直、なんだろうね。とりあえずユニット出しとけばいいと思うんですよね。で、あと施設僕これ3つ入れてるんですけど、まあ、いらないと思ったら2つとかでもいいですし、スペルもね、矢の雨5ウッドを3つ入れてるんですよ。だから、ほんといらなかったら 2つとか1つに減らしてもいいと思うんですけど、まあ、最低1つずつは欲しいと思いますね。まあ、それこそ5とテスラはもう確定ぐらいで入れといた方がいいとは思ってるんですけど、まあ、なくても別に成り立たないことはないよねっていう。さあ、ここはもうテスラでね、頑張ってもらって、困った時のファイブですね。よいしょ、ファイブはね、ほんと必須というか、まあ、入れといてそうないですよね。で、なんかもう攻めるカードとかも、ぶっちゃけほんと適当で、ゴブドリで攻めれるし、まあ、ドリルでも攻めれるし、エレジャイもあるので、エレジャイで勝てることもあれば、まあ、メガナイトとかぶっ刺さることもあるし、ほんとまあ適当、もうカードパワー強いやつをとりあえず入れただけのデッキです、これ。でもそういうのでも、全然勝てると思うんですよね。なんか統一性はね、なんかいらないと思うね。まああってもおもろいですけどね。やっぱコンセプトというか、こういう系のデッキみたいな。相手のね、スペルを枯渇させるデッキでやるんだみたいな。陸を枯渇させるんだみたいなね。こう、小屋小屋でいじめるんだみたいな。まあいろいろあってもおもろいと思うんですけど、まあなくても全然勝てるよねっていうのが、まあこのメガデッキチャレンジですよね。本当にもう、チンパンしてするだけなんですけど。よいしょ。で、まあ、テスラとかで守って、なんかテスラとか檻とかは、やっぱ先置きできるから、困った時に最初にポイッと置けるんですよ。することが分かんなかった時に。まあ、それがね、まあ、デッキに入れてる理由というか、まあ、個人的にいいなと思った理由ですね。このインドラとかマザネクも今の環境マジで強いんで、さあ、檻で受けれるし、で、あとは一応ちょっとで、ね、回転を早めます。このスケとかファイスピの1コスを入れることによって、なんかこう、手札がね、詰まりにくくなります。そう、困った時にスケとかハイスピとかでポイって回せるので、まあそういうのも、まあ、やや大事ではある。1コスはね、なんか、1コス1、2枚あるだけで、このデッキの安定感っていうのがね、出てきますね。さあもう、なんか気づけばね、相手のタワーが折れそう。で、ザッピーも、まあちょっとは頑張るやろっていう話。さあ、やらめですね。
やだめぶっちゃけなくてもいいんじゃないかっていう思いもあるんですけど、あ、落ちましたね。さあ、ナイス。まあ、とりあえず、強いカードをちゃんと使っとけば大丈夫。それ以外は本当自分の好きなカード入れとけば、なんとかなるとは思ってます。そう、なんか多分、エリクサーが ×2 倍なので、1試合がちょっと早く終わっちゃうので、まあ、2試合ずつぐらいね、やって、他のデッキも紹介していこうかなと思います。さあ、暇ではあるんですけども、とりあえず出してけばいいです。本当、とりあえず出してけばいい代表ゴーストです。ベロ系風後ろからデスケとかでも受けれるし、まあ、困ったらテスラでいいですし、なんならエリジェイでね、これもうとつれば GG 説があるな。よいしょ。さあ、とつってもらって、でトルネード今回入れてないんですよ。エリジェイ入ってるのにトルネ入れてないんですけど、トルネは手札でワンチャン腐るかなと思ったんですよね。うん、やっぱ手札に持ってて困るカードはいらないなと思ったんですよ。だから矢の雨もワンチャン悩んだんですよね。さあ、まあ矢の雨ぐらいええか思って残してはいるんですけど、まあそんな感じで手札に残ったら邪魔なカードとかはいらない気がした。とりあえず出せるカード多めでね、今回はデッキを組みました。まあでもこの後紹介するデッキの方がもしかしたら強いかもしれないんですけど、どうだろうな。人によってはやっぱ使いやすい、使いにくくない、慣れてるとかいろいろあると思うんで、ちょっとねその辺は好きなやつをやってくれって感じで。さあ、やなめさくちゃん2倍タイムだからちょっと大変だな。よいしょ。あんまり高回転にしすぎると、なんか自分が逆にね、困るっていうことも、まあないことはないかも。さあ、もうこれだけで、だって、なんもデッキとしてはこうね、ジャイプリンスとか、そういう形はできてないんですけど、もうこのゴーストダックプリインドラみたいな、なんやその形みたいな、そういう方で、なんならね、降り切れそう。うい。あ、降りないか。まあ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 。まあ本当そんな感じでね、カードパワーデッキですね。さあ、暇なので、ザッピーとりあえずセパレート。でトリトンも、まあ、先出しはでも、エレジャイだけ警戒してね。で、相手がこういっぱい来たところをメガナイトで踏んであげて。メガナイト自体、その、普通の今の 1V1 の環境では強くないんですけど、まあ、このメガナイト、メガデッキか、メガデッキチャレンジでは強い気がするね。テスラ。で、このテスラで、まあ、マザネクで無双してね。そう、スケルトンラッシュとかも絶対弱いと思います。まあ、戦えないことはないかもだけど、たまたま相手がね、そのタイミングにマゾネクあって、こっちがファイボナイとかだったら、もう、無理ですから。よいしょ。まあ、個で強いのをいっぱい入れるのがいいですね。プリンスとか、ムートとか、まあ、そういうのを入れるのは全然ありだと思います。まあ、僕はとりあえず最初に、このカード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 、強いって思って、まあ、作って、ややね、修正したのがこのデッキですね。スケルトン部隊とかもいいと思ったんですけど、なんかいらないなってなりましたね。はい、そして二つ目ですね。次は、まあ、枯渇デッキですね。まあ、このデッキはね、もちろん枯渇今まで使ってる人とか、ちょっと強そうだなと思ってる人に使ってほしいんですけど、まあ、このアイスピですね。いちごそのね、ファイスピとスケートわざと離した位置に置いてるんですけど、このアイスピぶっちゃけ何でもいいかなと思ってて、ほんとムートとか、エリババとか、まあ、ほんとなんか好みなのを入れてもらってもいいかなと思ったんですけど、まあ、入れたいやつなかったので、回転早くしようと思ってアイスペにね、しました。で、施設も2個で、スペルも2個なので、まあ結構ユニット多めのね、もう高回転目、ゴリゴリ攻めて、まあ他のね、後ろユニット、枯渇枠のプリンセスだったり、ロケット押しマザネクで回収しながら、まあ相手が攻めてきたらメガナイトで踏んで、みたいな、まあ普通な枯渇デッキですね。やっていきます。で、まあこのチャレンジを通して、結構ウルトラレアをね、僕採用してるんですけど、やっぱ強いですね。そのインドラとかマーザーネクロとかもうトリトンとかは本当入れ毒でマジで強いんですけど、やっぱ持ってないって人とかもいると思うんですよね。まあ、だからまあそれは別になくても、まあ、一応組めるとは思う。で替えが何かってなった時にまあむずいんですけど、まあやっぱ同じような似たカードを入れとけばいいと思うので、まあマーザーネク持ってないならマスケット重視とか、まあウルトラだけど他持ってるねエレキであったりだとか、まあ、インドラだったらなんだろうな。インドラって、4コストで、大型にも、対応できるし、空にも陸にも両方に対応できるんですよ。もう万能すぎるんですよね、こいつ。でインドラね、もう持ってないならね、当ててください。今すぐ手に入れてください。もうそんぐらいね、ここ最近暴れてますね。まあ、真面目に、なんだろうな。まあ、ないならテストラで補えるから、普通に1コス系。そう、持ってないカードの枠は、まあ、似たようなカードあればそれでいいと思うんだけど、ない場合は、でも1コス系ぶち込めばね、もうデッキの回転が上がって、なんかなんとかなると思ってください。
そう、施設1枚入れるなり、まあほんと1コス入れるなりしとけば意外とね、戦えるから、ね、ウッドがなくてローリングバーバリアンにするとか、まあそういうのは分かりやすいと思うんですけど、他のね、ボンバーがないですとか、いやボンバー持ってるやついねえか、まあなんかないなら、まあ1コスぶち込んでください。そしたら回転が速くなっていい感じになります。か、似たカードですね。さあなんか余裕がありすぎて逆に困るな。もう後ろからね、こう足遅いにといっぱい出してくるのが、まあ大事。で、あのゴブ小屋はミリになったら壊せるんだよな、あれ。壊れるかな、あれ。いい感じの。さあ、いいタイミングで打っと。やべ、言うの見てなかった。オッケー。で、まあ枯渇要素バリバリなので、まあやっぱ相手もついてこれてないですよね。この僕の枯渇いっぱいデッキに。ボムドアなんかもう、今最弱ぐらいっすよ。本当に。さあ、ライドラ、ああ、ライドラとかもちょっと強いかもね。まあ、インドラないならライドラとかでもいいかもしれないですけどね。さあ、メガナイトで、よいしょー、メガナイトも個人的に優秀。で、ウォールブレイカーもつけてあげたいね。さあ、めっちゃなんか相手、施設多いな。施設が多すぎて、まあ、ちょっとだけびっくりするものの、おい、余裕だね。ウォールブレイカー追加して、1コス、これね、もうとりあえず、ああ、全部いかれた。1コスでカード3枚もあるから、その分ね、インドラとかマザーネクロとか、まあ、ボンバーとか強いやつを何回も出せるんですよね。やっぱクラロワって強いカードいっぱい出したら強いとか、まあ、クラロワに限らずね、結局何のなんかこう、ゲームを、強いのをいっぱい出せたらそれは強いんですよね。まあ、それが可能にするのが、まあ、1コストの、カードたちなので、まあ、できるだけ積極的にね、1コスカード入れてあげるのも大事ではありますよね。さあ、もう一戦行きましょう。よろしく。いや、もう1コスばっかだな。初手8枚プリン。で、スケバレで削りながら、みたいなね。で、対応したらトリトンでね、美味しくいただいて。さあ、1コスで回していきましょう、ガンガン。で、こういうのも、1コスで受けれるなら1コスで回しといてあげた方が、次のね、8枚プリンとか、まあ、プリンセスも強いですから、回ってくるのも早いですよね。ダイビズに1枚対応出したら逆サイド攻めたいんですけど、ヒーロー来た。これエリゴレとかもね、考えたけど、エリゴレ出せねえよな。ヒーラーも出せる回数がめっちゃ少なくなるから、もうそれをメインにするのは不可能ですよね。やっぱこう枯渇とかね、めちゃくちゃいいですよね。メガデッキチャレンジ前に紹介した時も多分枯渇だったと思うんですけど、まあ、限られますよね、パターンが。よいしょ。さあ、メガナイトで、もうカウンターですよね。ウォールブレーカーもつけてあげて。あれで結構コスト割いたと思うんですよね。で、マザネクで豚にしてもらって。いや、なんなら飛ぶんじゃないのか、これ。メガナイトが飛びながらの、よいしょ。でもあんなね、マジでちょっとか、無視したとって、ミリしかダメージ受けないので、まあ、無視してあげてね。さあ、俺の無駄なファイスピーで8枚プリン、テスラですね。で、インドラとかもやっぱ1コスがあることによって、このね、マジ1コス優秀なんだよな、これ。すごいよ。なんかクラロワってもすごいよな。このノーマルとかが全然輝けるじゃないですかね。まあ、ウルトラレアが強いのはあるんですけど、ノーマルがね、当たり前に輝く。なんならノーマルの方が強いレベルで。そういう部分もね、ちょっとあるよね。さあ、スケバレ飛ばして、まあいい、あれ来たね。メガナイトに対して優秀なのは、まあインドラなので後ろから出してあげて、インドラのメタのエレキとかライドラが来たら、まあ5プラスで飛ばしたいんですけど、ライドラはちょっと飛ばないので、まあライドラ来たらちょっとめんどくさいなと思ってください。で、マスケね、ちょっと飛ばせば、相手の対空いなくなれば、もうこれインドラだけで焦がせます。で、さあカウンターメガナイト出して、オールブレイク逆行って、ゴブリンバレル飛ばして、みたいな、もうこのサイクルが最強です。パンパンパン、まあ、2コス3コスは8枚出しまくっていいっすね。で、後ろにプリンとかテスラ、マザネク置いとけば、いや、勝ちだと思うんだよね。いや、メガデッキチャレンジ、僕マジで人生でやるのその前回の動画以来とかだと思うんだけど、楽しいっすね。なんか、エリクサ2倍っていうのもあるし、なんかエリクサ7倍とか、あったと思うんですけど、ああいうチャレンジも結構好きだったので、よいしょ。基本的にエリクサ多いとやっぱユニットいっぱい出せるから、ちょっと楽しいよね。オッケー、20秒。せっかくならあのタワー降りてえな。スケバレ届け。はい、来た。で、ドリルの強制落下ダメとウッドで。はい、ナイスー。思ったより防衛力も硬いですからね。インドラ、ロキホ、あとトリトンか。いるから。よいしょ、トリトンないなら、まあ、ゴボウリとかね、入れてあげた方がいいかなと思います。ナイスー。枯渇的、これはね、比較的使いやすいと思いますね。
はい、そして3つ目のねデッキ、こちらでございます。もう陸で攻めまくる、まあ人気デッキですね。でまあ工場バブリアンとかもなんか入れたかったんですけど、とかプリンスとかエリババとか、マジ陸で攻めるカードめっちゃあるんですよね。でランパーとかもね入れたいカードいっぱいあったんですけど、まあ、やっぱちょっと高回転にしたいのと、まあ気持ち空にもね、対応できるようにラムライダーも入れて、まあなんかこんな感じのデッキにしてみました。で、ヒースピもね、採用しました。これがね、まあ個人的にね、ただ僕はこうユーノとかの陸の攻めが好きだから、もうめちゃくちゃ好きですね。マジこれ一度は皆さんに使ってほしい。まあデッキ組むのがこれいちいち変えないといけないんで、まあちょっとだけ大変なんですけど、ぜひこのデッキも使ってみてください。というわけでやっていきます。よろしく。まあ基本的になんで、おい、めっちゃ元気やんけ。それ後悔するで、俺にそれしたら後悔しますからね。さあどうしようかな、相手が何も冴えてこない。さあオーブンですね、こやこやか。まあやられたらやり返しますよね、もう正当防衛ですよね。であれはエレキで踏みましょう。で一応今回僕ザップにしてますね。矢の雨とかないので、相手のこうプリンセスとか遠距離系が意外とね厄介なんですけど、まあなんかゴブリンバレルには一応ファイアスペあるし、ユニット強できるし、でプリンとか来たらもうガン無視でね、なんかいい感じにできるかなと思って、そう矢の雨抜きました。さあここメガナイトで踏めばこのインドラが残って、相手もマジでこう GG じゃないんかっていう気はするよ。もうインドラ無双しますね。でファイボ使ったら僕のこのマザーネクロが無双するよねっていう。さあ気づけば相手がもう終わりそうだ。でもうね、この人気デッキといえばマジアチャです。マジアチャ、エレキ、マザネク、インドラ、もうこの遠距離最強軍団がいっぱいいますので、空も手厚い。で後ろからこうまあいろいろも陸ユニットとか足遅いユニットとか流しとくだけでいいので、もしラムはまあ基本的に防衛かな。ちょっと暇すぎてマジで困るな。あれテスラがさ行かれちゃうのかな。ザップってさ、ボーラー来た。ボーラー咲いたってことは普通ラムライダーがきついよね。トリトン引っ張ってくれるかな。うわーはい、ちょっと厄介なん来たな。これどうしようかな。インドラで焼いてもいいんだけど、このスキーいらんな絶対。まあいいや。でムート残るともっといいね。なおよしと。ユーノ走らせつつ、インド残して、もう一回走る。さあ、もう陸ですね。で、こういうのはね、ラム受けとかできるとよりいいんですけど、マジ陸で攻めまくってください。陸枯渇ですね。陸受け相手絶対足りなくなります。しかも、こう18枚とかあれば、もう本当に、なんだろう、たまたま、対空ユニット4枚の手札だったりとか、絶対そういうこともあると思うんですよ。いや、このファイブいらんかったな。まあ、メガナイトで踏めるんでね、僕は。よいしょー。でさ、こういうヒースピもね、役に立ちます。こういうデッキだと。あれでこれミスってんな。終わったね。ジェジェー！いや、ムートお前、やりすぎたろ。いや、メガナイトっすよ、マジ。メガナイトオダクプリとか、もうメガナイトプリンスとか、まあ、メガナイトインダとか、メガナイトプラスのユニットってマジで強いんですよね。まあ、エレジアイぐらいだよね。ボコボコにされるの。さあ、あと18秒だな。せっかくなら2クラウン取ってあげてな。相手が急に元気なくなっちゃったかんな。元気出してくんねえかな。さあまあこれはまあ普通に勝ったかな。普通に勝って終わりそうです。さあザップでジジイというわけでグッドゲームですね。なんか意外とこういうデッキってミニペッカとかきつかったりするんですけど、プリンスとか、まあそういうのも1個すぎますし、もしなかったらラム防衛ですね。ちょっとこの後の試合でできたらと思うんですけど、端前でラムを出して相手陣地にユニットを返す技っていうのがあるんですよね。ちょっとそれを次ね、見てもらえたらなと思います。さあ、10勝するとね、これ、ウルトラレアのトークン的なやつがもらえますので、ワイルドカードってやつかな。さあ、よろしくお願いします。ラムがね、これめっちゃ強いんですよ。その、攻めでも防衛でも強いんですけど、まあ、特に防衛ラムが強い。さあ、ここは、コカッちゃん来た。ちょうどザップなのでね、まあ、厄介ですけど、意外とこう、ユニット系で受けられますので、まあ、ユニット強、あとはファイスピでね、完封もありです。さあ、これ、どうしようかな。踏むか。踏んで、ジャンプ？いや、熱い熱い熱い。これだってもう、熱い。めっちゃ熱いめっちゃって、U の飛ばして、いや、でもテスラが、いや、テスラがマジで強い。化け物あれ。本当の化け物。
さ、ザップ気持ち打って、いやいい、なんかかっこいいザップじゃない今の。ラムとザップで飛んだのかな、なんかわかんないけど飛んだっすね。さあヒースピでコウモリを、あれ処理したかったのに、痛すぎる。さあで一応ゴブリンバレルそろそろ回ってくんのか。18枚とかあったらさ手札把握とかできないよね18枚とかで手札把握し始めたらもうやばいよね、人間離れしてる。さあ来るぞゴブリンバレル、飛ばしたいぞ相手。まあ適当に言ってるだけだけどね。よいしょ、あれ即ファイボーでマジアチャー残ってるのでムートもつけてあげて、いやボンバーが、いやボンバーもう一発、いや惜しいね。いやですがリーク受けされたので止まんないね。さあラム受けですね、あこれです、これです、これちょっと一応ミニペッカーだけだったらやりたいんですけど、スケとかいるんでちょっとやりにくいんですけど、こういうので、あー今のあのラムが攻撃するのがね、ミニペッカに攻撃してるとミニペッカがね歩くの遅くなって、あのなんか端前でねうろちょろして終わるんですよね。それがねできると陸受け温存しつつラムでも攻めれるみたいな、相手のミニペッカ受けでラムで耐えれるみたいな、なんて言うんだろう、説明が下手か俺。ワンチャンちょっと負けそうなのがね変わってるよな俺、ほんのちょっとだけ負けそうじゃない、これスケバレ受けたいので一個違いにしよう。さあホグ来た、いやちょっとだけやばいよね、ちょっとだけね、え俺これ負けたらやばいよね、負けないよ。さあ遠距離いっぱいいます、遠距離、遠距離いっぱいいる。さあではこれザップで耐えましょう、ザップで、よいしょ、いや焦るな焦るな、危険、いやいい、豚か頑張る。さあマジで、じゃあゴブリンバレルファイアボーで一回守るか、ファイアボーで守って相手これロケなければいけるぞ、ロケなければあるぞ、ロケなければマジである。一旦ファイボでおとなしく守る。うわ、メガデッキチャレンジでこんな激戦になるとは思わなかったな。さああと427でしょ、相手にスペルがないことに乗って戦うしかないね。スペルあったら終わるんですけど、いやないんだよな多分、やりゴブのダメージすらも受けれない、マジアチャのダメージも受けれないので、このファイボとかヤナアメを抜いたことによってね、よいしょ、遠距離のあのユニットたちがちょっとめんどくさくなったっすね。さあラムでロケ砲飛ばしたい、オッケーオッケー、いやいいよ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 、流れはいい、これも耐えます、僕427耐えると多分気づいたら俺の勝ちがきます、見ててください、よいしょ、でテスラ、おいおいおい来るよ、ああもう俺の流れっすねこれ完全に、いや我慢です、我慢めっちゃ大事なの、耐えて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 最後にねワンパン劇場でいきましょう。ホグとゴブリンバリルなので相手の削り、一応今んとこ8枚プリンとかないから、さあマジアチャ控えめだな、相手もゴブリンバリルにファイス、あこれ射抜くんじゃね、射抜いてくんねえかな、トリトンでなんか引っこ抜きてえけど引っこ抜かれちゃったな、トリトン、おいムート、あー来ましたね、これはなかなか相手も止まらんぞというわけで、グッドゲーム。いや、穴目めっちゃ欲しくなったっすね。相手が、このね、先ほど紹介した、プリンとかロケホンみたいな遠距離めっちゃいる場合は、まあ、マジ穴目欲しくなったので、ぶっちゃけ、なんかの枠ね、穴目にしてもよかったのかなと思います。これも一回クリアしちゃうと、もう潜れない、みたいなので、ちょっとね、デッキもう見せれなくなっちゃったんですけど、三つね、紹介しましたので、まあ、枯渇系と、そして、陸で攻める系と、で、あともう一個、まあ、強いやつぶち込んだようデッキなんですけど、どれかね、皆さん、いいなと思ったら、使ってみてください。良ければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。